はい、こんにちは。今回の万年筆は南イタリアのデルタっていう会社のですね、ドルチェピータピストンフィリングという万年筆をご紹介したいと思います。はい、このデルタはね、見ての通り綺麗なオレンジ色の軸がね、特徴のペンですね。はい、で、割とね、軸はこう太くてしっかりしていて、でさらにですね、こういうね、刻印なんかもね、ちょっとねおしゃれな感じでね、まあイタリアらしくね、ファッションセンス抜群の万年筆ですね。はい、これでね、全部オレンジのやつとかも持ってるんですよ。で、私もちろん柑橘系のね、果物が大好きなんで、やっぱり夏なんかね、このペンだといいですね。はい、ペン先はね、こういう感じのペン先になっております。こうした方が綺麗に見えるかな。グググググッと14金のね、シルバー F 字ですね。細字です。で、以前別の動画で、だいたい洋ペンのね、 F っていうのはこっちでいうとこの M ぐらいなんですよ、なんて言ったことあると思うんですけれども、デルタの F はね、それなりに細く書けますね。ということでね、2年ぐらいかな、これもね、日記をつけたりするのにね、自宅の方でね、常用してましたね。これだけね、軸が綺麗だとね、あんまり外に持ち出すのはもったいないというところもありまして。で、ピストンフィリングという通りですね、ピストン吸入式のペンです。ここのね、尾線のところをこう外すとね、こうパーツが外れるんですね。そうすると、ここに、つまみが現れます。で、これをね、こっち側に回すと空回りです。こっち側に回すと、ここの窓をご覧ください。暗い方がいいのかな、こっちの方がいいのかな。ピストンがね、ギュッと出てきますんでね、押して。ギュッ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 と、これがですね、今ピストンがね、ちょうど窓のところをね、通過してますね。この状態で完全に吐き出して、で、こっちに回していくと吸いますと。で、吸いすぎると、ここで満タンになったところでギュッと止まるんじゃなくて、カチカチって、これで終わりだということですね。こういうのがね、明確に分かるというところでね、割と分かりやすいピストン吸引式ですね。で、やはりデルタにはね、ブルーのインクが似合うと私は思っておりまして、ブルー系のインクを多用してましたね。やっぱりこのね、軸ね、どうでしょう、美しいですよね。で、この辺の機能もね、これ中にね、こう別部品でね、このキャップがついてるっていうのはですね、間違ってね、これをひねったりしてね、ビュッとインクをこぼしたりするようなね、事故も避けれるということで、なかなかね、よくできたね、機能じゃないかなと思っております。はい、で、今回ね、ペンを支えるのにね、お手伝いしてくれてるんですけれどもね、パイソンがね、これね、2020のグリップをね、つけたんで、ちょっとどうでしょう、この木目と合うんじゃないかなっていう勝手な想像でね。で、もう一つはこちらはね、ハンツマングリップということでですね、こういうね、グリップをつけたんでね、ちょっと彩りとしてね、置いてみました。で、大きさの比較にはこの辺の他のペンがありますんで、その辺ね、順次やっていくんですけれども、その前にね、またね、今日はね、ドイツワインをね、飲んでおります。ああ、うまい。こういうね、はい、格付けとか等級という意味ではね、この QBA と書いてあるね、テーブルワインのちょっと上ぐらいのものですね、1000円ぐらいのものです。これはモーゼル地方のやっぱりワインですね。本当にね、ドイツの白ワインは何にでも合うんでね、私は大好きです。ああ、おいしい。さて、じゃあちょっと他のペンとね、比較なんかもしてみましょうか。大きさ的にはですね、モンブランのね、149とね、ほら、ほぼ同じぐらいになっちゃうんですね。なかなかね、上品な割にはね、がたいのいい万年筆なんですよ。太さもね、同じぐらいでね、持った感じがすごくいいですね。はい、ある程度の太さがあるとガシッと決まりますんでね。で、次はですね、国産の
3776というねプラチナの万年筆と比べると随分ね太さ違うのがお分かりいただけるかなと。でさらに巨大なこのビスコンティのねバシュって吸うね、これはもう全然こいつよりもさらにでかいと。でペリカンの M の800シリーズとほぼ同じ背丈ですね。はい。でもう一つあのドルチェピーターのミディアムっていうのも今日、これ全然次回またゆっくりご紹介しますけれども、ちょっと小さいのが出てきました。でこれはですね、よくね万年筆の本見るとこっちの形でなんか大きさ比べしてるんですよね。どっちが正しいのかすいません、私よくわからないですね。こんな感じでね、ちょっとこっちの方がもちろん大きいんですけれども、ミディアムの方はね、まあ、こんなカタログなんかで見ますとね、こんな風な感じですね。こちらが今日ご紹介してるやつですね。でこっちがミディアムになるわけですね。はい。でこれはね、大きく違うところはですね、このミディアムの方はですね、ピストン吸入式じゃなくてですね、首軸が外れる。でここにね、あのカートリッジをプッと刺すというタイプのものです。軸の中は空っぽですね。はい。で前にもこれも申し上げましたけれども、これが外れるっていうことはね、洗浄しやすいっていう意味では非常に有利ですよね。でこれも同じくね F なんですけれどもね、これもね太さは一緒ですから非常に書きやすいですね。こちらはねもうあのここのねくびれっていうんですかね、ここがね非常にね、本当に日本語をきれいに書こうと思ったら私ここまで持っちゃうタイプなんですよ。で万年筆として遊びで使う時になるべく上の方を持つようにしています。あの筆圧を上げすぎてね、まあ、ペン先を痛めたりとかいうよりもですね、この辺を持った方がねインクフローっていうかね、インクがね紙にこう吸い付いていく様をね楽しみやすいということでね、こちらの方をこの辺を持って遊んでいると。真剣につける時にはこんな感じで、ね、書く時がね遊んでますね。この辺のね形がね、149もねここに一応くびれっていうか、あのここで指ピタッと収まるんですけれども、ほらやっぱりもうギリギリでしょ、もうここまで。まあだからあとこのねじ分ところを持つとかね、指を当てるとか、まあそんな感じで持たざるを得ないんですけれども、ドルチェビータの場合はこの辺がねこううまくテーパーになって、ここにね指がこうかかるんで、私の場合は使いやすいと感じている次第です。重さはね、あんまり乾燥重量でちょっと比べてみますと、例えば今回の主役のドルチェピータピストンフィリングの方はですね、重さは39g で、モンブランの149が 32g。重いのはね、この多分この機構の部分ですね、この辺が全部金属パーツになってますんで、この辺が重くなってると思います。ということでややバランスは後ろにあるのかなっていう気がしますね。ちょっとこれはあまりリスキー、まあ、ちなみに重さ比べでこのディスコンティはもうこれは重いですよね。 60g もありますからね。と3776が 20 M800 系が30で、ドルチェピータミニ、これはあの機構がないですからこれ軽いはずです、まあ、31と、こっちが40ということですね。でこういう感じですね。重さでいうとこんな感じに並ぶわけですね、はい、一番重いのはもちろんこいつということになりますけれども、で書き味はね、もう私はもう自分で知ってるんであれなんですけれどもね、皆さんにもお見せしないといけないので、今日はねまたこちらの方をちょっと使ってみようかなと思っています。お、この吸い取り紙がねやっぱついてるのが嬉しいですよね。いかにも万年筆に使ってくださいっていう感じでね。それと、万年筆を使っているお友達には欠かせないはずのこのブロッターね、前回も以前もご紹介しましたけど、残念ながらここがね深淵出てないんでね、これをねどんどん重ねていってね、弾力を持たせないとね、本来のね機構がね、機能が果たせないというね、寂しいものですけれども。で、インクはですね、今日もつけペン的に使わせていただきますんで、インクは、洗いやすい。非常にね、万年筆に優しいとね、ここも歌っていますけれども、
ペリカンのエデルシュタインインクのですね、私の大好きなトパーズをちょっと使ってみようかなと思っています。ちょっとこうしてね、これもうね、前ねキャップレスの時に使ったものを使い回しです。すいません、動画撮るんだったら紙なんかどんどん使えよって言うんですけどね、私なんかはもう全然そういうのダメでね、もったいないもったいないでね、ずっとね同じ紙をね、もう書くところなくなるまで書くような人間ですね。まあ、貧乏症というんでしょうかね、ズバリね。もうそれで構いません、はい、だってもったいないんだもんっていうね。どうかな、綺麗に書けるかな。あれしょうがないですね、間違っちゃいました、ね、こっちですね今日はね、はい、でこれをこのエーデルシュタインインクのトパーズにちょっとねペン先のあたりをつけてですね、クチュクチュクチュとピッピッピッと、綺麗な色ですねこれ本当にね。でちょっと一応キャップつけて描いてみましょうか。ペンなりの音が聞こえますかね。いいですね、書きやすいです、すごい滑らかです、スル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 と滑るんです。でこの紙がですね、万年筆の書き味を堪能するために作られている紙ですね。そういう紙結構多いんですよね、あの文具店オリジナルとかね。もう万年筆側からね、紙があってその上にペンで書くっていうよりもね、もう万年筆のための紙っていうのが最近はたくさん出てるんでね、いろいろ選べるんですよ。当然これで書けばね、もう綺麗なのは、綺麗っていうか滑らかなのは当たり前なんでね、そりゃそうでしょっていう感じなんですけれどもね。ということでやっぱりね、ここは他の一般の紙っていうのもね使ってみなきゃいけないなということで、でまだ残っていますこのね、海外の雑誌スカイ&テレスコープのね、購読申し込み用の、封筒です。これをね使うとどうだろうかと。紙がザラザラしてるからペンの音がね多分ねそちらにも届いてると思うんですけれどもね、もうバリ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 カリ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 いますね。この音がでもね、好きな人嫌いな人いると思うんですけど、私は好きですね、書いてるなって感じで。鉄ペン、あのペンでね、あの絵なんか描かれる方はもうこんなの一日聞いてらっしゃって、それなりに落ち着くんだろうなと思います。私もですね、あの A4 の紙裏紙に一日こうやってね8の字を書いてたりするとね、一日は書かないですけどもね、一定時間書いてると心がスーッと落ち着いてきますね。アンガーマネージメントとかにも使えるんじゃないかなと思いますね。これいずれにしても非常に滑らかに書けています、はい、何の問題もないです、まずですね、これはまあつけペンになってますから今あれですけれども、実際これインクを入れてもですね、デルタの場合インクフローはですね、こういうあの粘性の低いあのインクを使う分には全く問題ありません。でちょっと今日ね引っ張り出すのを忘れてしまったんですけれども、デルタ純正のインクはこれよりもちょっと粘性が高いかなと思いますけれども、特に、ロイヤルブルー、ブルー系ですね、の色は鮮やかでものすごく綺麗な青が出ます。でね、夏のひとときね、暑いなぁなんて言いながらね、ちょっとね、冷房の効いた部屋でね、このオレンジのね、柑橘系のね、爽やかな色を見ながらね、ぴょっと描いていくとね、ペン先からはね、青いインクがさーっとね、字をね、紡いでいくという様はですね、結構清涼感がありますね。はい、ですから、あと3ヶ月4ヶ月すると夏が来ますんで、日本にも
そんな時ね、このデルタの万年筆なんかでね、また涼んでみたいなというふうに思います。デルタのね、ペンも何本もありますんでね、またご紹介させていただくこともあろうかと思いますけれども、その時はまたよろしくお願いいたします。ではまた。